い、こんにちは。大橋です。アン研究所の大橋です。絵の話、今日は輪郭線についてね、お話をしようかなと思うんですけども、初心者の、ね方でね、デッサンをね、勉強しているっていう人がまず、壁に当たるのが形が取れないっていうところなんですよね。形が難しいでしょ、なんでなかなか瓶とか描いてもね、こう歪んじゃったりね、しますよね。なんか台が起き上がっちゃったりね、するんですよ。なんで、まずそこがね、最大の壁なので、そこを突破したいんですよね。なんで初心者のうちはですね、無理しないでね、輪郭線をね、ちゃんとね、正確に、形ですよね、シルエットっていうんですけど、形を正確に、取る練習をするのがね、いいと思うんですよね。あとのことはね、そんなに難しくないですね、大してね。なんで一番難しいのは形を取ることなんですよ、まず。なんでまずそこをちょっとクリアね、なるべくクリアしていきたいので、形をね、頑張ってね、取るように、輪郭線をね、使ってね、輪郭の形をまずね、合わせるっていう練習をね、するのがいいと思ってます。はい。でね、このね、考え方はね、輪郭線にまつわる考え方は本当にね、だいぶ違うんですよね。先生によってもだいぶ違います。輪郭線を取る取らないとか、どれぐらい取るかとかっていうのはね、教え方によって全く違うのでね、いろいろねあるんですよ。でどれも間違ってはいないんですけどね、なんですけど、ただちょっとねアプローチが違うので、先生によってね、なんであんまりね複数のね、あの先生の言うことも聞いて、この先生の言うことも聞いてて、分かんなくなっちゃうんでね、間違ってはいないんですけど、矛盾していっちゃうのでね、で教室は1個の教室にした方がいいですよね。複数の教室に通ったり、いろんな人の意見を聞きすぎると分かんなくなっちゃうんでね、片っぽでは輪郭線取れっていうし、片っぽは輪郭線取るなって言われたらね、ちょっと迷っちゃいますよね。経験もないんでね、なんで、そこはね、先生の言うこと聞いてやればいいと思う。ただ、取る取らないにしろ、とにかく形を合わせるのがすごく大事ってことです。なんで、輪郭線を使ってでも使わなくてもいいんですけど、形をね合わせるのを頑張ってね、やってみるとデッサンがね、上手になると思います。はい。なんで輪郭線のね、有無とか、線の表現とかっていうのもあるんでね、なかなか難しいんですけど、輪郭線ってのは一応基本的には便宜的に引いてるんであってね、実際は輪郭線ってのはないわけですよね。ここに輪郭線が引いてあるわけじゃないので、最終的にはね、なくすように書いてみるといいですよね、まずはね。で、なくなるまでこう面にしていくってことですよね。面にして立体をこうしっかり作っていって、輪郭線をなくして、格好ね、輪郭線をなくして書いていくってことですよ。で、それができたらね、線で表現するっていうパターンもあるんですけど、まずはね、それを学んでいくというんですよね。なんでそこがね難しい。最終的にないんだから最初から引くなっていう考え方もあるんでね、そこら辺はなかなかやっていくうちに徐々に分かっていくことなんですけど、最初は輪郭線を引いた方が僕はいいと思ってます。なんで輪郭線でね、いい形を、取ってみてください。はい。そんな感じで、これについてはね、またね、絵の話でね、またね、また出てくると思うんですけど、今後またね詳しく解説していったりしますけど、まずは形がね、これから今始めたって人はね、まず一番形がもういきなり難しいってね、突き当たってると思うんですけど、形をね、とにかくつまんないんですけどね、練習してください。つまんないんだけど、そのつまんないのを抜けるとね、楽しい世界が待ってるんで、まず地味なね形を合わせるっていうのをね、地道にね、つまんないんだと思ってね、つまんないけどしょうがないと思ってね、そこら辺はどっしり構えて、諦めてね、形を合わせるっていうのをね、輪郭線を使って、やってみると思いますね。いいと思いますの。で、どうやってやったらこう合うかとか、どういう見方をしたらいいかっていうのは、ね、先生が教えてくれると思うんでね、先生の言うことを聞いて、こういう見方でやればいいんだなっていうのはね、コツをね教えてもらってやると、徐々にね取れるようになりますんで、とにかく輪郭線を使って形をね正確に取ろうっていうのを第一歩にねしていくと、上達がね、ちょっと近道だと思いますので、ぜひトライしていってください。はい。それではご視聴ありがとうございました。この辺で終わりたいと思います。じゃあ頑張ってください。